はい。えー、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやっていきます。最近結構、まあ、この前の動画で言ったかもしれないけど、なんか、ポケモンをね、順位を追い求めて、レートと順位を追い求めて上を目指していくっていうのは前提ではあるんだけど、なんか楽しくゲームしたいなって考えるようになってて、シンプルにその一試一試合をね、楽しんでやっていきたいですよねっていう、ところですね。で、この試合は、 まあそういうのもあって、最近なんか、結構受けろくに限らず、まあ受けを軸にしてるけど、ちょっと攻め込み入ってる構築とか使うのは結構やっぱ、それも割と好きでね、楽しくやってるんで、そんな感じでやっていきたいなと思ってますね。で、えっと、この試合は、まあドヒドは絶対投げるかな。で、めんどくさがってくるのがおそらくジバコ、バイバニラ、ファイヤーはまあドヒドでそこそこいけんじゃないって感じあるから、まあランドドヒドドランとかに投げたいかな。 ま、あ初手ドラムも全然ない話ではない。ない話ではないけど、うーん、いや、ま、あジバコの型によるか。ランドジバコで当たったとき。まあ、もろもろ考えるとドラムかな、初手。たんバイバニラから来ると思うんだよね、初手ランドの当たりを牽制するために。僕、このドヒドハピの軸をね、受けす、受け回しに攻め込み取り入れてるやつ、結構、まあ、強いと思って、 僕は強いと思ってて、楽しくだから使ってますね。まあ、絶対レイドは、それは打ってきたら相手が悪いけど、それ以外は、いやー、マグスト当てるんだったらマグストだな、ここ。この世界の8割マグストで良くなる。しかも釣り、次、次、釣り交換されないから、当てるならマジでマグストなんだよなぁ。た多分丁寧に一回ラスカを打つべきやんじゃないか。 まあまあ引くんだったらいい。それはいい。レヒレ。これだったらラスカル正解でしょ。明らかに。まあレヒレちょっと重いけど。レヒレちょっとどころじゃない。だいぶ重いけど。まあ、ここを頑張って切り返せれば勝てるから。で、バイバニラいる以上、ドランはあんま削りたくない。レヒレが残飯だとちょっとめんどくさくなる。残飯ではない。 まあ、ドヒド一回引いて。瞑想がちょっと嫌だけど。まあまあまあ、それも嫌だね。それも嫌だけど、まあまあまあ、しょうがないね。しょうがない。まあでも、レヒリ削れてくるからね。挑発かな挑発かなうーん。とりあえず、統治か。フィールドと。 あられたん減らしたい。まあ、あ挑発あるよな。うずしだったとしても一回見れるから。まあ、挑発ある。挑発はある。ここ、挑発読みでランド投げたいけどな。えー、でも再生されるのめんどくさいでしょ。じゃょ、水技撃ってくんな。水技撃ってくんな。 早くないのは、スカーフじゃないのは分かってるから、トリックとか別に恐れなくていいし。まあ、挑発じゃない挑発でしょ挑発、挑発。大丈夫、大丈夫。ここいきなり突然、移動ってくるとかないから。ああ、それはちょっと、痛いな。えー、これならこれでいい,い,いんだよね、別に。 まあ、ランド確かに削れちゃったけど、自爆に対しては、別に上から自信打てばそれでいいから、えっと、ダイマックスケアでトンボします。地震で落とせるか怪しいっていうのと、オッケー、でけー、でけー。まあ、ドランドロスがやっぱ強えわ、このゲーム。まあ、そりゃ、そりゃさ、あの、このゲームの傾向として同じ環境が続くと、 かこポケモンの、その型が開拓されてくるんですよ。で、そうなると、素のパワーのあるポケモンの方が、いろんな型をね、作れるっていうか、そうじゃん。だって、弱いけど、まあ、この一個の型があってなんか頑張ってるよねみたいなポケモンってその型しか存在しないんだけど、このポケモン強いよねって言われてるポケモンって、なんかいろんな型があるんですよ。海、まあ、竜とかもそうだけど。っていうのを考えると、まあ、こういう、順伝系のポケモンがね、幅を利かせ始めるっていうのはまあ、 ま、あある種必然なのかなと。思うわけでありまして。思う,うわけでありまして。いやー、急所痛いね。急所割と痛いね。次も同じダメージ飛んでくるってことでしょ。相手の即引きめんどくさいな先に毒尾しだね。本当はここ再生から入んないとストリームストリームちょっと怖いけど。ああ、相手の即引きがあるから。 毒虫から入ってよくて、まあバイバニアでしょ。あー、地箱か。めんどいの来たね。ただ、相手もダイマックスなくて、レヒレはほぼ何もできない、も同然になってると思うから、まあここだなまあまあここは当然タクになる。ランドロス1回は地箱に投げれると思ってるけど、ドラスカかどうかのタクになって、 るから、なるから、ボールチェーン。で、えっと、ここ、相手こだわってるなら、こっちはランド引きで釣らなきゃいけなくて、でこだわってないなら、こランド読みで、えっと、殴ってくるでしょ。で、ドヒド死んだ場合は多分ドランとランドで頑張って詰めればいい。ドラゴンがいた場合はちょっとやばいか。まあ、でもランド上から殴れるから、トンボプラス地震とかで、 ノラホンだったら地震の一回あるから、まあ、それでいけないかな。まあ、最悪。ここ。OK。こういうのにはね、こういうのは受け録使って鍛えられてるからね。ジバコイル二度一度入ネットで突っ込むみたいな。こういうの全然やりますよ、僕。お手のものですよ、こんな。これぐらい。なんとかしてボルチェンにランドを置ければ、 ほぼいける。ほぼいけるが、ほぼいけるが、相手まだ余裕あるから、まあ、ラスカンじゃんいかトーチか見えるターンだし。あー、しばかれた。押し置きされたわ。まあ、こうなったらこうなったで、えっと、ダイマックスこっちだけ残ってる優位性を、 活かしたい話で、バイバニーナに対してはこっち引けるからまあ、ステラ負けてないのは痛手で,ではあるけどえっとねこ自信で自爆を倒しちゃっていいかどうかっていう問題だけど多分倒しあーだったらこういやでもドラムから入るのはさすがになかったないくらなんでもいくらなんでもそれはちょっとまずい自爆落とさせてくれる いやあ、ドラゴンがいる場合だ。あとは、本当にドラゴン、きつい。こうなると。まあ、毒入るけど、粘れるポケモンいないから。OK、バイバニラから来るなら、まだあるんじゃないですかね。まだあるんじゃないですかね。これ多分、ドラゴンいないと思ってよくて。 耳だった場合はランドでダイマッ切ればいいでしょう。ここいずれにしても、ランドを捨てる理由ない。威嚇があるから。で、えっと、ドランで、あ、オッケーオッケー。詰めれてたわ。ぶねーじゃ、もう一戦やっていきます。はい。じゃ、そのまま続けて、二戦目やっていきます。えっと、まあ、まあ、きついな。えっと、相手は僕のこと崩せるけど、僕は相手のこと崩せなくて、 結局こっちが崩すためにダイマックス切った後に相手が切り返しのダイマックスっていう展開多分止めれないんだよなぁ。止めれないんだよなぁ。ま、でも相手してん多分ラティアスまあまあきついぞ。で、ランドに対してこっち引けないから、えっと、ランドを切り返してパクった時は勝てるから、メタモンを裏に置くまで確定でいいかな。ラティメタモン、 まあ割とハピナス投げたいけど。えー、でもドヒドハピでもいいか。ドヒドハピラティアスとか。割と悪くない話いや、でも、ランドロスと、ハピナスがランドロスと対面してるっちゃね、まださほど問題じゃないんだけど。いや、こっちしてランドロス割と持ってきたいけどなー。持ってきたいけど、ランドハピラティ。 いやないね。ランドルス入りにはすぐメタモン投げなきゃいけないから。まあ、でも、ええー、ラティ持ってかないと多分きついでしょさすがに。えっと、ラティ。メタモン、ハピじゃないかな。これで相手をランドルスにそんなに好き見せないから。まあ、これあと多分選出すべきは、ラティじゃなく、あ、違う。えっと、ハピナスじゃなくて、ドヒドリだったね。どう考えても。 どう考えてもドヒドリだった、選出は。だって S バー無理だもん、こうなると。それはどうしようもなすすぎるから。いやー、まあまあでもサンいやサンダーが重くなるよなーかと言って、ドヒドリにすると。えー、で、しかもこの対面も割と、まああれなんですけど、パクった後はさすがに台場なくなるから、詰めれるでしょ。 身代わりからでいいと思うんだよね。剣舞なら剣舞で構わないし、初手大山も OK。初手大山割と鬱陶しいな。いやー、剣舞してほしかったらそれなら、それなら剣舞してほしい話、まあまああった。まあ技見てからだけど。 まあ、そんで相手してのラティがめちゃくちゃきついのは目に見えてるからはいはいはいでラン、いやランドロスに対して切り替えするとしか取れないの本当にしょっぱいマジでしょっぱいいやでも待ってこれここメタモンの話割とある玉かああまあハピアンスかなハピアンス切りでいいかな で、餌があったランドロスパクれば、下手もんで大まきって、ほぼ、ほぼやりきれると思ってるから。あ、めんどくさいな。相手がランド残しに来た場合か。いや、でもその時は裏にダイジェットとか入って、ランドロス早くもうなれなくなるから、多分ラッティで全部詰め入れる。いや、そうなるとレヒルがめんどくさいな。まあ、ここはハピアンス切きりでよくて。 まあジェット3段階もらったメタも。いやーでも、アース撃てるでしょヒレいやーレヒレアースは撃てるけど、撃てないね。事実上。まあ割と渋い話。まああと、ランドロスパクった後にね。いやーでも威嚇入るでしょ多分剣舞しちゃっていいぞ、これ。威嚇、剣舞持ってるだろ、さすがにこのランドロス。タマだから。 まあ、あとりあえずチビになって。いや、結局、同速がめんどくせえ。超めんどくせえ。えー、でも、威嚇入ってるから、多分ここやること鍵盤なんだよな。引くにしても。だか、一回引きたいんじゃないかな。ああ。ここダイマックス見えるだろうし。ナットレイ。まあ、で、裏に引かせてるから。そんなに。そんなにだと思う。 ここはジェット切っていい。で、ランド出てくるにしても、えっと、台増マシないランドに。こっちの、ダイジェット通るわけだから、結構重たいはずで、いけるんじゃないかな。ランドースの処理ルート細いけど、かなり細いけど、まだメ多分これ強いよな。これを、その他あらゆるポケモンに、積んでくるポケモンに対してはさ、あらゆるものにできるっていうのは、 まあ、ダイマックス技の性質的に、一貫の取れる技が多かったりするから、そういう風にダイマックスして、積んだ後にダイマックスするポケモン、そういう風に作るからさ、それはパクった時はでかいんだよ鉄壁は間に合わんくない鉄壁はさすがに間に合わない、間に合わないでしょ。自分の使ってるポケモンだぞ、君、それ。自分の使ってるポケモンでさ、ナットレイで間に合わないこと知ってるんじゃない本当は。まあ、守って、 くるんかな守ってもでも知らなくて。で、A1 段階上がったらアンドロス残るから。いいはず、これで。まあ、本当は納豆とラティで焼却する予定だったけど、まあ、初手大麻だったから、予定変更ね。これ試合中にマジ予定変更できるの、本当いい。S バー。S バー、S バ S バ うーん、まあ、ジェットでいいな。ランドロス引きが全然ある話。突っ込んでる。突っ込んでらっしゃる。待った、お前それカウンターだろ、絶対。絶対お前それ助けカウンターじゃん。これ出てくるってことは。ロック撃てよかったわ。あ、カインボールだった。危ねえ。ねえ、た、待った、待った。全然話変わってきた。全然別の話になった、急に。 試合中にプラン変更したところまでよかったけどさ。全然別の問題になったよ。これで。ここさすがに自信だな。S 番残してくんのは別に構わない。OK。えー、これでこっちの A 下がる分さ、突然、全然許されない話になったけど。え、ね、ー、ちょっと、 とそれは話し違くないですかまあエッチャン始まっち待てばラティエイ行けるか最後。えっと、ここ。ここはこっち、エッチャン安定ない、ね、相手飛んでくるにしても、飛ぶの見てからこっち。絶対上から飛べるから。それで OK で。ちょっと削ってくれればいい。飛んできた。まあまあまあ、それは。 なんかドラゴンボールみたいになったら、お互いさ、武空術で空飛んで空中戦やるわ。こっちも飛びます。これで、あれだね、タイプイッチ技、当てれるから、ちょっといい。落ちてくる。もう <laughs>、しかもなんか、サイヤ人みたいなポケモンだしな、ランドロス。なんでもできるスーパースターだし、強いし。 まあまあさっき言っちゃったから外したのはまあ許してやるよ。許してやるよ。いや、これたまためで、県内まで行けるから、空を飛ぶしてくるなら、これはダイマックス、一回引かせた後に、S 上昇を無視して、こっちの S の方が早くなるから、無視してってか、リセットされるから、生きたんじゃない エッジ当たる。玉めで削れてください。それは。いいです。外すなら外すね。再生押せるから。本当はね、毒ビシとか巻いといて、ラティアスでこれをやりたい。毒ダメ稼ぐみたいな。オッケー。GG。お疲れ様でした。